愛知県のエンターテインメント集団 BMK の赤色松岡健之介です。今回のテーマは木材はもっと使うべき。どういうことでしょう。愛知の情報発信 BMK の転生リポート。愛知県の春日井市にある森林に来ています。緑赤。おなんだこれ。ベストマーベラスキーワード。1実は環境にいい、2最先端まるまる、3暮らしに嬉しい効果。重要なポイントということなんですかね。調査してまいります。こんにちは、清里知世です。身近な地域にある木材はどんどん使わなければいけないって皆さん知っていましたか。一体どんな事情があるんでしょうか。すごい、めちゃくちゃ緑です ね。 そうですね。これ全部木材として使えるんですか。そうですね、ほとんどの木はそうです。ここにあるのは杉やヒノキ。木材として使われるのはもちろんですが、こうした森林は雨水を貯めてゆっくり下流に流し洪水を防止するほか、土が流れ出るのを防ぐことで災害を防止、二酸化炭素を吸収するなど様々な役割があります。県の面積のおよそ 40% の森林が占めてるんです。でそのうちの6割以上は人が苗を植えて育ててきた森林。今見てるこの森林も人工林。あ、そうなんですよ。全部天然かと思ったって。ここでクイズです。何歳ぐらいの木に見えますか。うわ、そうっすか。はい、声とかも聞き回る。はい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 、結構言ってますね。松岡くんの出した答えは80歳。80歳。あ、惜しいですね。だいたいこの木で60歳ぐらいです。建築用材として適しているのは45歳を超えた木。ここで一つ目のキーワード、木材利用が実は環境にいい。使える木を大量に切っちゃうとなんか環境破壊とかになりそうだなと思うんですけど、これどういう。二酸化炭素を吸収してくれる機能。10年から20年生だと吸収する量がピークを迎えるんです、はいはい、50歳ぐらいになるとピーク時の半分ぐらいまで吸収量が落ちていってしまうんですね、はい、そのタイミングで切って次の苗を植えて、次世代の森林も育てながら木材も利用するということができるんですね。使われないと循環されないっていうのが悩みなんですね。今愛知県の人工林のおよそ8割が木材として利用できる森林ですが、高齢化が進んでいます。愛知県産の木材をもっと使ってほしいなと思います。ではどうすれば木材利用が進むんでしょうか。木材を積極的に利用している施設があるそうです。2つ目のキーワード、最先端〇〇。さあ、ということで次の目的地に向かってるんですけども、お、え、もしかしてこれかな、最先端ビル。こう、行ってみますか。お願いします。訪れたのは航空機や自動車の産業を支えるタマディック。ここはコンクリートと木材を組み合わせた上で耐火建築物の基準も満たしたオフィスビルなんです。お、大きいですね、この柱とか。そうですね、国産の杉をすごく使ったビルになってまして、木材を多用したビルでは国内では今最新 で最大級のビルになります。街の真ん中に森を持ってきたような、そんな効果があったりですね。いいこと尽くしってことですね、はい、ビルの中は柱や天井を中心に木材がふんだんに使われていて、オフィスとは思えない雰囲気。ちなみに家具は木材と紙でできているんですよ。この香りと、なんかこう壁から来るような、はい、なんかこう優しさみたいなものを感じる、非常に温かい空間になると思います。3つ目のキーワード、暮らしに嬉しい木の効果は。従業員の皆さんの影響とかなんかありますか。
番よく言われるのは、すごくリラックスして仕事ができるというふうに言われています。どうしても設計者、頭を使う仕事なんでですね、それなりにストレスもある仕事なんですけども、イライラしないというふうにみんな言ってます。ずっとこの会社にいたいなって気持ちが、すごいいいですね。ぜひいらしてください。はい、サウナもあるしね。サウナあるんですか？あります、最上階に。最上階にとっておきの場所が。すごっ、はい、一応職場ですもんね。職場ですね。職場ですよこれ、はい、職場ですか。うわー最高。いいっすね。社長と一緒にサウナで整います。全部木で作られている極端なヒノキでですね、大工仕事にこだわったサウナですね。いい香りしてると思います。包まれてます。全体的にいい香りですね。うん、積極的に木材を使わなければいけない今、愛知県は木材利用を促進する条例を制定。公共施設に加え、民間建築物の木造・木質化を進めています。最後に今日の感想を BMK でお願いします。 B 僕、松岡君之助は N もっと木材のことを勉強します。そして K、この会社に入れるような勉強をします。最高でした。